まあ、昨日ちょっと面白い人とさまあ、いろんな打ち合わせさせてもらってね、この人さずっとこう M&A でね、若い時からずっと M&A 専門で来てて、でほらダメになっちゃった会社みたいなのをさ、まあ、買ってそれをねこう再生させてさ、でまた譲渡するか、まあ、自分のところでやるかっていうさ仕事をずっとやってた人なんだんだよね。でこの人がね面白いこと言ってたのが、いや僕はねすごく運がいいんですよって言ってて、で運って変えられないじゃないですかって言ったんだよね。で、まあ、ちょっと僕は違和感あってね、運って変えられると思っていて、で変えられないじゃないですかって言ってて、でも僕はね良かったっていうのは何かっていうとね、バカな上司についちゃうともうそれだけでアウトじゃないですかって言うんだよな。で極端ださね、ダメな会社に就職しちゃったらさ、それでもう運が ないわけじゃないですかっていうことじゃん。でだから全部さ、ね、自分がずっとこう、ね、運のいい上司がに運がいいからね、いい上司について、会社に就職できていい仕事をしてってことをずっとやってきたから良かったって言ってるわけで、これ変えられないって言ってんだよね。で、それはねもうこう計り知れないさ、そのなんか、ものがあるんだよね。で僕もね実はずっとさ、今まで運がいいわけで、まあ前職の会社でもね、経営者はねすごく運のいい人だと思うよ。でさ、ただねそれってね誰が作ってるのかっていうとね、実は周りの人が作ってるんですよ。だから運の悪い上司ってね誰が作ってるかっていうとね、運の悪い部下なんだよ、ね、でこのもともとそのね授かったもんじゃないんだよね、運っていうのは。だからね、ある意味で運のいい人ってさ、運のいい人同士で仕事してるわけで、それ何かっていうとね運って変わるんですよ。要するに例えばさ、仕事をねする中で分かりやすく言うと、要するに運のいい人って自分のことを中心にしないんですよ、人のことを中心するわけだから、ね、周りからさ引き立てられるから運のいいことができるわけじゃん。で人望ってそういうもんで、人望のない人ってね実は運がないんですよ。で運がないのはね何かっていうと、そのもともと自分が作ってるその性格が運がない方向にしちゃってるってこと。要するに人のために働くんじゃなくて自分のために働いてる人たちっていうのは結果的にね運がないんですよ。だからね、組織っていうのは一人一人はねこうね、の積み重ねがさ、まあ、一つの組織になるわけじゃん。で例えばさ仕事でもね、例えば変な仕事する会社の社員って運がないし、そこに来るお客さんって運がないよね。で逆に言うとさ、運がいい人でも変な会社と付き合うとさ運悪くなるよね。でそれは何かっていうと、その会社作ってる人って人なんだよね。だからある意味では僕ね、今までずっとこうね、あ気取ってて面白いこと言うなと思っていて、で確かにそういうね事象があるんだよね。だけど事象があるんだけど、実はそれね、その人はその人の運を自分で作ってるんですよ。だから例えば会社にいて、ね、要するに上司に引き立てられる人っていうのは運がいいんじゃなくて、この人が努力してるから運がいいんですよ。でこの引き立てる人もこの人を引き立てられるような裁量があるから運がいいわけじゃん。でお互いに運のいい人同士っていうのはずっと運がいいように生きられるのね。とか運のないやつはさ、要するになんか自分の個人主義なことやったり、自分がの損得で考えたりさ、ね、仕事をする時でもなんとなくさ片手間みたいなことやってたりね、であとほら家帰ってゲームやってはいいんだけど、会社来てまでゲームやったりね、あとはほら、バカなやつ、なんだっけ、パチンコとかやってるやついいんじゃんさ、ね、俺あれってね運をない生き方ですよ。だからある意味では、ね、僕はその時間の使い方とかさ、その生き方とかそういうものっていうのが運っていうものを作ってくるわけじゃん。で今僕いろいろとね見てるとね、仕事の中でさ、この人どうなのかなと思ってる人って結構いるわけで、この人ってねもう少しこうしたらよくなるなと思ってたまには、ね、口出しするんだけどさ、ね、だけど自分自身が分からないとね、運の生き方できないよってことでね、下がってしまうことあるわけでね、それ下がる理由って何かっていうと、要するにさ、まず今僕が言った通りに、要するにね、仕事は何のためにあるんですかっていうことを失った瞬間に僕は運がないと思いますよ。だから僕ね、ずっとその法則は分かってるから、いつもね仕事はきちっとするようにしてるし、あとはね組織作る時でもなるべくさ、その組織をね、要するにどうしたらいいかってことを考えるわけじゃん。でその中で今度それが再生できた段階でこの組織っては活性化するんですよ。で
あの活性化できるか活性化できないかってところが実は運が悪いなんですよ。であとね、よくさ、なんかほら、うちにもこう来る人いるんだけど、なんか儲け話みたいなのでさ、来る人いるんじゃん、ね、で、申し訳ないけど、この人ちょっとやばいなっていう人、もうお付き合いないんですよ、そういう人は。なんでかっていうと、要するに仕事を中心じゃなくて、で儲け話、だったら自分やればいいじゃんっていう、ね、でその自分の理論がない人が、要するに儲かる話しても、全く説得力ないっていう話ね。だから、ね、儲からない人たちっていうのは何かっていうと、これ逆に言うとね、お金がない人って運がないんですよ。だから、ね、ある意味では、ね、僕なんか、ね、ずっとこう仕事してる中でやっぱりね、こう法則があってね、でやっぱりも分かりやすく言うと、その貧乏な人と付き合うと貧乏になるんですよ。で運が悪い人と付き合うと運が悪くなるけ。だから、ね、逆に言うと運のいい人と付き合ってると運が良くなるし、お金持ちの人と付き合ってるとお金持ちになるんですよ。これ不思議なもんで、ね、これまあちょっと、変な誤解されちゃ困るんだけども、でもね、実際そうですよってこと。だから、ね、僕は前の会社でもね、どうしようもない人いっぱいいたわけで、この人たちからさ、一緒に飲み行こうぜなんて誘われるわけよ。だけどね、行ってもろくなことがないだから行かない、うん、だからある意味では要するに社内の中でもね、やっぱりそのね、ついてる人と付き合うことが一番で、常に僕ね、いつもいつもこう人を見てるんだけども、要するにさ、ある段階からね、月が落ちる人っているんだね。でこれ月が落ちてるんで、よく見てると何が落ちてるかっていうと、自分の考え方が変わってきちゃってるってことでね。また冷遇されてる理由って自分が作ってるのに、なんかさ、冷遇されてるのが自分のせいだと思っちゃうわけ。俺一回だけ前職の会社で冷遇されたことあるんですよ、うん、なんでかっていうと、僕は副店長に、ね、なった時から V 字回復させたんですよ。でもその前の副店長がバカだから売り上げ伸びなかった。でそれで報奨金とかさ、うちの部下の評価が下がっちゃったわけ。そりゃもうムカついたから、翌年には思いっきり、ね、いわゆる、ね、まあ、逆にさ、敵取ってやったっていうね、ことで、もうみんなでよし、敵取ろうぜって話になって、敵取ってやった。それは仕事の中で敵取ったから、みんなハッピーだよねってこと。だからね、僕は仕事の中でいろんなことやってるんだけども、その中で大事なことはね、要するに、成果が出せるっていうのは、ある意味では、成果を出し続けられるっていうのは、ある意味では、運を作ることですよってことなんですよ。でこの成果がね、出し続けられない、まあまあ、余計なことしたりさ、ね、要するに、なんかね、会社の中で少し偉くなると偉ぶったりね、する人たちで運がガクッと落ちるわけ。で、この人たちってね、ある意味で、大きな会社になるとさ、吐き溜まりみたいになっちゃう。で、この人ね、もっと面白いこと、まあ、その中で面白いことってのは、外資系の企業、ね、散々見てきてるわけ。ね、外資系の企業って明日の朝に業績が上がらない人は机から椅子から全部なくなるそうですよ、ある一つで、ね、厳しい環境の中で、要するにM&A とかしてる中で、ね、仕事はね、結果を出せないと、要するにそのまんま、ね、席が翌日なくなるそうですよ。だから、ね、まあ、かといってうちの会社そんなことはしないけれども、でもね、気持ち的に言うと僕はいつもそう思ってるね。要するに前の会社でも成果が出さなかったら自分の価値がないから、成果を出すためにはどうするかってことをずーっと考えてきたから運がいいんですよ、ついてるわけで。前の会社の社長もだから、ある意味では僕を雇ったっていう意味ではすごく運が良かったと思いますよ。だからある意味ではお互いに運がいいっていうのはそういうことなんですよ。で、運は誰が作るかっていうと自分たちが作ることなんですよ。自分の考え方が要するに自分の運を作ることだから、まあね、変わらなくないんですよ。人間だって生まれてさ、この間藤本に言われて、ね、香港でさ、なんだっけあれやったんだよ、なんだっけ、占い、なんかあいつ気になってんでね、占い行きたいって言うからさ、じゃあ、ね、せっかく前時間いたから行くかなって言ったの。俺特別だそうですよね、ある意味で、ね、強烈に運がいいって言われたんですよ。でもね、普通の人もいるわけじゃん。でもね、生まれた 日にちとさ、ね、その、まあ、親とかもいるわな。だけどそんなもん運なんて関係ないんだよ。要するに、ね、運勢とかそういうことも関係ないんですよ。ある意味では自分が作り出すと思ってるから。だからいい結果が、まあ、たまたま出たからね、まあ、気持ちはいいけどね。でもね、俺はある意味ではその生まれた星とかそういうところで運命は感じない。だからある意味では自分自身がずっと運を作ってきたと思ってるのね。でこれはね、すごく重要なことだと思うんだ。まあ、昨日ね、本当面白いことやなと思ってね、まあ、これから、まあ、一緒に、いろんなことでね、仕事するかもしれないんだけど、まあ、ある意味ではね、ね、要するに仕事っていうことを通じてすんごい厳しい目で見てる人ですよ。だからこれ厳しい目で見てるから厳しい仕事しなきゃいけないね。
で今よくあるじゃん、ね、あの 会社の中でもさ厳しくやれるとさ、でお客さんが厳しい人だとなんか耐えられない人っているけど、それ実はねお客さん投資家だから厳しいに決まってるわけだから、その厳しいってことを前提として自分がさそれに耐えられるか耐えられないかなんですよ。それ厳しいっていうのは何かって言ったら、自分の仕事が厳しい目で自分自身が見れてるかどうかってことね、ある意味ではそこのクオリティところが低い人は運がなくなっちゃうってことね。だからぜひね、一つ一つ自分の仕事をクオリティ上げないとダメよ。で投資家から見た時に要するに胸を張れるような仕事じゃないとダメだよってこと、ね、あと仕事もそう、上司から見た時に胸を張れるような仕事を積み重ねること、これが重要だよってことね、まあ、そういうつもりでやってください。お願いします。以上。